完封はホチンで辛いカープ、最下位に転落負け、うんち、ええとこが全くなかった試合明日から甲子園。さすがに3試合に1つが完封ゲームってひどすぎるわ。何度も言うとるが、力がないなら頭使え、何のためについとるんや。カープのチーム名のゆえんたる、恋のぼりの季節なのに、本当に弱いわ。今日の敗因は一軍打撃コーチの色に染まってない。もう打賞の森下投手がスタメンじゃなかったこと。新井監督が1割、0割バッターを並べた結果、また再開転落か。5月頭で完封負けが6回目って異常だわ。今日みたいな展開ならケムな回またぎでしょ。こんな試合黒藁に出させる幕じゃねえ。実はチニドラで押してるのは石垣くんだけど、うちに欲しいんはビシエド。さすがに新井監督用語も厳しくなってくるね。打たれた栗も悪いが、いくらなんでもあの打線じゃ点の入りようがないよ。応援する気がうせる。全く期待に応えない野手陣。この低たらくにカチカチの課金をやめようか迷い出している。本当に時代遅れな左右をやめた方がいいと思う。何回同じバカなことしてんの。投手陣は今のところ耐えているけど、頻打に耐えられず投手陣崩壊も起こるみたいなことは起こらないでほしい。ご視聴ありがとうございました。